ロボットビルは太陽国の首都バンコクのサートオンクにあるオフィスビル。タイの建築家スメットジューム祭の設計で元々はタイのアジア銀行が所有しており、現在はアジア銀行を九州合併したユナイテッドオーバーシーズ銀行の所有。遊部の台本社が入っている。ロボットを模した徐々に交代する壁、アンテナ、目のような外装が特徴的であり、 実用性も備える。1986年に完成。タイのアジア銀行の役員会が、タイの建築家、スメット・ジェムサイに、銀行の近代化とコンピューター化を反映した建物の設計を依頼した。スメットは、息子のおもちゃのロボットを参考に、当時流行していたポストモダン建築、特にポンピドゥセンターに代表される、新古典主義建築。 ハイテク建築に意識的に対抗してこのモダニズム建築の建物を設計した。スメットはポストモダニズムについて純潔主義的で当たり障りのない従来のデザインへの挑戦として好意的に感じる一方で対案を示さずに交代を求める抗議運動とも呼んだ。スメットはまた1980年代半ばに流行したリバイバル主義について 私的に破綻していると否定し、首都バンコクで流行していたリバイバル主義建築物について様々な建築モチーフの無意味な寄せ集めと批判した。さらにハイテク建築に関しては機械に傾倒しているようでいて、同時に実は手作りの要素や念入りな手仕事を愛しており、将来性のない運動だと否定した。スメットはこの作品についてロボットの形である必要はなかったと説明し、 現在の知的な行き詰まりから精神を解放し、自生期に向けて、それを推進するものであれば、他にも様々な形があり得ると説明している。スメットは、建物内部の気候を見せるのではなく、機械部品風に外装を飾ることを重視し、このためこのビルが、ポストハイテク建築とみなされるかもしれないと、説明している。さらにスメットは、ロボットビルは、独立した存在で、 崇拝の対象として土台の上に立っていることが多い20世紀の機械の概念を打ちのめし、私たちの生活の一部、友人、私たち自身となることで21世紀の機械と人の一体化への道を切り開くものだと説明した。ロボットビルは総工費1000万 US ドルで1987年に完成した。 バンコクのモダニズム建築は1980年代半ばに衰退したため、このビルはこの形式を取り入れた最末期の建築物の一つである。夜間照明されたロボットビル建物は20階建てで、延べ床面積は23,506平方メートル。床面積は4階、8階、12階、16階、18階で段階的に減少する構造となっており、これが 両側の敷地境界線から傾斜18度のセットバックを義務付ける現地法令を効率的にクリアするとともにロボットに似た外観にも寄与している。ビルの1階と2階部分は一部が吹き抜けの銀行ホールとなっている。正門にはタイ人アーティストのタウィージャイニティプラバによる4つの彫刻が立っている。銀行の両脇にある中2階にはオフィスや会議室がある。 ビルの2階には大規模な多目的ホール、オフィス、研修室があり、上層階には事務所がある。本館の裏手には8階建ての駐車場がある。建物の屋根にある2本のアンテナは通信と平い針に使用されている。建物の上部正面にあるロボットの目は最上階の会議室、ダイニングルームの窓であり、直径6メートルである。この木は反射ガラスでできており、 まぶたの部分は金属製の配タである。ビルの両脇にあるナットはガラス線補強セメント製であり、外径3.8メートル、内径2メートルで、これをナットとみなせば世界最大級の大きさである。ロボットの両脇は東西に面しており、熱効率を高めるために開口部を少なくしてある。ロボットの正面と背面はアジア銀行のシンボル色である。 鮮やかな青色のカーテンウォールとなっている。シーロム通りから見たロボットビルロボットビルはロサンゼルス現代美術館により独創性に富んだ20世紀のビル50に選ばれた。アメリカの建築士やスティーブン・セノットの20世紀建築百科事典はこの建物をタイの近代建築の認知度を高めたと評している。アメリカの建築士、建築ダイジェストは デザインが醜い世界の建築物24にこのロボットビルを紹介した。同志はタイのエレファントビルも24の建築物の一つとして挙げている。建築ダイジェスト氏は2020年のポストモダン建築のふざけて大胆な例15にもロボットビルを選んでいる。ありがとうございます。